ウズベク語は、アルタイ書語である、トゥルク書語に属しトゥルク書語の中では、カルルクトゥルク語群に分類される言語、ウズベキスタンの公用語、ウズベキスタンでは1992年以降は、公式には、ラテン文字で表記されるようになったが、それ以前は、キリル文字で表記されていた。現在でも、キリル文字表記は盛んに行われている。中国のウズベク族は改良アラビア文字で表記する。 現在のウズベキスタンを含むマーワラーアンナフル地方は9世紀以降断続的に北方の草原地帯からトゥルク系遊牧勢力の流入を受けイラン系言語が優勢であった住民の言語にも徐々にトゥルク系言語が浸透していったティムール朝支配下の15世紀にはペルシア語の影響を強く受けたトゥルク系文章語であるチャガタイ語が成立し 宮廷や都市住民を中心に用いられた、バーブルやナバーイーに代表される多くの文人により、チャガタイ語を使った宣伝された作品が表された。ロシア帝国による中央アジア征服後の19世紀末から20世紀初頭には、チャガタイ語の伝統をもとに、交互の要素を加えた新しい文章語を用いる知識人が現れた。また、トルキスタン総督府が出版したトルキスタン地方新聞でも、 現地の口語に基づいた文章語がサルト語と称して使われ、現代ウズベク語の基礎となる文化環境が整えられた。低世紀のロシア領トルキスタンでは、オアシス定住民に対してはサルト人、遊牧民に対しては遊牧ウズベクに由来するウズベク人といった民族名称が用いられてきた。こうした歴史的に形成された民族概念に対してソビエト政権は、 政策的な民族協会確定工作を実施し、1924年にはトルキスタン南部のトュルク系諸言語の話者はすべてウズベク人として識別された。新しく作られたウズベク人の標準文章後にはサマルカンドのサルト語が選定された。ウズベク語の話者の大半はウズベキスタンに居住している。また、タジキスタンに120万人、キルギスに55万人、 カザフスタンに33万人、トルクメニスタンに31万人が居住し、アフガニスタン北部、中国の新疆ウイグル自治区にもウズベク語話者が存在する。ウズベク語は、テュクショ語南東語群に属し、現代ウイグル語に近縁であると考えられている。他のテュクショク語で広く見られる、母音調和の特徴を消失しているほか、語位にアラビア語、ペルシア語、 ロシア語を多く含むなどの特徴を有している。現代ウズベク語はカルルク方言、キプチャク方言、オグズ方言の3つの方言に対別される。ウズベク語はその成立経緯から起源をことにする様々なトゥルク系諸語の和社を含んでおり、ウズベク語という名称はその総称を示すものと考えられている。1 9十一年、タシケントの新方式学校で使用された 教科書の表紙ページウズベク語の聖書法はアラビア文字、ラテン文字、キリル文字としばしば変更され、現在では1995年に制定されたラテン文字の申請書法が使われている。ウズベキスタン政府は公共部門の全文書を申請書法に切り替え、2005年までに移行を完了するとしていたが、現在でもキリル文字による旧聖書法は広く使われている。また、 中央銀行が発行する紙幣には、依然として、通用度の高いキリル文字が使用されている。2019年5月にはトルコ語やカザフ語の、ラテン文字に近い表記に変更する案が出された。は一つの文字ではなく、直前の文字、G、または、O と合わせて一つの文字となる。GG は、大まかに言えば、閉鎖音、GG に対する摩擦音、であるが、厳密に言えば、 超音位置が後にずれた、後部南高外音、あるいは言い換えると、と、の中間的な音である。同源のルイジオンを持つトルコ語族の言語として、アゼルバイジャン語の、ヤウイグル語の GHGHGH GH GH がある。おおおはおおより少し狭い母音である。かなで無理に区別するなら、おおおは、あっぽい、お、おおおは、うっぽいおであり、例えば国名のおお、ズベキストンは、ウズベキスタンである。 は、ロシア語の本字のほシュ、と、s、h、ュを表記上区別する場合にも用いられる。ハンボイン、y、ボインを表すキリル文字、リバースは、ロシア語からの借用語に使われていた。ありがとうございます。